長く生きることは素晴らしい。確かにお金があって健康ならそうかもしれません。私たちの可能性を十分に開花させるための重要な3つの要素を紹介しています。いえ、そうではないんです。そういう生き方の設計はもう機能しなくなったと著者たちは述べています。どうもこんにちは、東洋経済オンライン YouTube チャンネルリポーターの森永真彩です。東洋経済オンライン編集部長の竹正秀明です。チャンネル登録してご覧いただいている皆様、いつもご視聴ありがとうございます。今日は日本人が知るべき人生100年時代の不安に打ち勝つ新しい考え方をテーマにお送りします。共にロンドンビジネススクールの教授を務めるアンドリュー・スコットさんとリンダ・グラットンさんの著書で、こちら東洋経済新報社から発売されているライフシフト2100年時代の行動戦略を読み解き一部をご紹介いたします。竹正さん、うん、少し前から人生100年時代という言葉をよく目にするようになりました。平均寿命もどんどん伸びていますし、確かに周りにも長寿な方が増えているように思います。はい、人生100年時代という言葉が日本で広まるきっかけになった書籍にライフシフト100年時代の人生戦略があります。はい、2016年の10月に刊行されてベストセラーとなり、著者の一人であるグラットン先生は当時の安倍内閣の人生100年時代構想会議の有識者メンバーになりました。正直なところ100年生きると言われてもなんだか不安しか感じられません。あと何年働けばいいんだろうとか、うん、老後の生活はどうなるんだろうとか、病気をしたらどうしようとか。確かにそうですね。まあ、しかしライフシフトとその続編であるライフシフト2ですね、はい、は100年という時間を過ごせるということは素晴らしいことであり、長寿の恩恵を最大にするためにどうしたらいいかということを私たちに教えてくれるんです。長く生きることは素晴らしいですか？うん、確かにお金があって健康ならそうかもしれませんが、うん、まあそうですね、お金も健康も大事なことは言うまでもありません、はい、ただ私たちのこれまでの人生のスタイルはお金だけを重視していなかったかと著者たちは問います。現在多くの人は3ステージの人生を生きています。はい、20代くらいまでに教育を受けて、その後65歳くらいで定年するまで働き、引退して老後を楽しむ、はい、確かにそうですね。そういうライフスタイルで過ごすのは当たり前なのではないでしょうか？いえ、そうではないんです。そういう生き方の設計はもう機能しなくなったと著者たちは述べています。100年生きると考えてみましょう、はい、そうなると65歳で引退しても人生はまだ35年残されています。確かに長いですね。まだ生まれてないですね確かに、うん、医療技術もどんどん進歩していますから、はい、今は恐ろしいと言われるがんやアルツハイマーなどの病気の予防治療もこれから進んでいくでしょう。そんな中でもし65歳で引退したら余生と呼ぶにはあまりに長い人生が待っているということになります。残りの35年の生活をそれまでの貯金や年金だけで賄うのも辛いでしょうと。そうなると100年時代の人生はどれだけ健康を維持して長く働けるかに左右されます。はい、なるほど。こう医療技術の進歩で病気が怖くなくなって健康な期間が長くなる可能性があるんですね、うん、でもそんなに長く働くというのもゾッとしますね。おっしゃる通り、従来型の3ステージの働き方を続けるならばそうでしょうね、はい、20代までに教育を受け、その知識をアップデートすることなく60代までフルに働く、うん、つまり40年にわたってお金を稼ぐことに特化した期間が続き、家族や友人とゆっくりした時間を過ごしたり自分に投資することもない、そんな働き方ではちょっと疲弊してしまいますよね、はい、でも何か代案はあるのでしょうか？ライフシフトでは3ステージに代わるマルチステージという生き方が提唱されています。マルチステージ、はい、これは学ぶ、働く、引退という一直線の人生から学び方や働き方が多様化していくということですね。人生で2つあるいは3つのキャリアを持ってもいいし、はい、稼ぐことを重視して長時間労働をする時期があってもいい、社会貢献を重視する時期があってもいいし、
家庭や学びを重視した時期があってもいいといった具合です。そんな生き方をするには、自分はどういう生き方をしたいのか、あり得る自己像を深く考えることが大事だと著者たちは指摘します。乱暴ですが一言でまとめると、自分らしく生きようということかと思います。自分らしく生きている人は心身ともに健康そうな印象がありますね。ここに漫画でわかるライフシフトという本があるのですが、この中でも親の価値観に従い、親が勧める大企業に勤めるべきか、それとも自分らしい生き方を探しに行くか、選択に迷う主人公の姿が描かれています。そうですね、自分らしく生きるのはすごく難しいし不安なことでもあると思います。3ステージからマルチステージへの変化に合わせて自分の行動を変えていくということは、3ステージの時代の常識やそれを前提とした制度に挑戦するということでもあるからですね、はい、今回発売されたこちら、ライフシフト2の帯にも、日本人の不安に応えると書かれていますよね、まさに、はい、この本は自分らしい生き方に踏み出そうとする人たちにとって指針となることが書かれていると思います、この最大のメッセージは、誰もが社会的開拓者として新しい社会の在り方を切り開く覚悟を持つ必要があるということです、はい、変化し続ける世界では過去のやり方は通用しません。自ら主体的に新しい生き方を模索し、自分がロールモデルになる気概を持とうということです。そして私たちの可能性を十分に開花させるための重要な3つの要素を紹介しています。物語と探索と関係、この3つですね、はい、物語とは自分の人生のストーリーを紡ぎ、そのストーリーの道筋を歩むこと、探索とは学習と変身を重ねることにより人生で避けて通れない移行のプロセスを成功させること、関係とは深い絆を育み有意義な人間関係を構築して維持すること。だんだん深い話になってきましたね。そうですね。しかし私たちがなぜあえて従来の生き方を変え、社会的開拓者にならなくてはならないのか、はい、この背景にはテクノロジーと長寿化の進展があります。 AI が進化して人間の仕事が奪われるという主張を聞いたことがあると思います、はい、そこで AI に代替されない人間らしいスキルとは何かが議論されるようになってきています。今起きている変化はこのように人間とは何かという問いを私たちに突きつけているわけです。それを考えていくと、私たちの家庭生活、職業生活など人生の土台をなす要素が変わらざるを得ないというのがこの本の主張ですね、はい、コロナウイルスも私たちの生き方、働き方に大きな影響を与えました。コロナでそれまで当たり前だった通勤という慣習がなくなって、はい、私たちは Zoom などの新しいツールの可能性に気づきました。これは働き方の柔軟性を高めるきっかけになるはずです。一人一人が社会的開拓者として新しい社会を切り開くことも必要ですが、それだけでは不十分です。全てを個人の対応に任せておくわけにはいかないでしょう。政府も企業も教育機関も大きく変わる必要があります。これらの機関がどう変わるべきなのか、来たるべき社会でどう私たちの可能性の開花をサポートできるのか、そういったことも本書では丁寧に描かれています。私たちがより長く充実した人生を送るためのビジョンを提示している本として、これからも読み継がれる本になるのではないかと思います。ということで、今日は日本人が知るべき人生100年時代の不安に打ち勝つ新しい考え方というテーマでお送りいたしました。東洋経済新報社から発売されているこちら、ライフシフト2100年時代の行動戦略にご興味を持たれた方は、概要欄のリンクからぜひお買い求めください。